は起きない Don't stop, don't stop the music 夏ね、ミカ先生夏ですね、松本先生海よ、ミカ先生海ですね、松本先生江ノ島よ、ミカ先生江ノ島ですね、松本先生リバ湘南しようかねスタイルミカ先生たち、どうかしたの年考えちゃったんだっていクリスマスの夜だからってカップルだらけだ。さっさと撤退せねば。死んでしまう。あのそんなとこいると危ないですよ。足フラフラだし。あれこの人どっかで。ガキにナンパされるほど困ってないから。違いますよ。俺は単に注意しただけで、そんな気全く。童貞臭いやつにさえ見向きもならない私って。うわこの人めんどくせえ超無礼。目玉焼きとは片焼きですか、それとも半熟ですか。はい中澤くん。どっちでもいいんじゃないかと。その通り、どっちでもよろしい。たかが卵の焼き加減なんかで女の魅力が決まると思ったら大間違いです。女子の皆さんはくれぐれも半熟じゃなきゃ食べられないとか抜かす男とは交際しないように。ダメだったか。ダメだったんだね。新学期が始まってから毎日起きる時間遅くなってたから。そんなの分かってるよ。私だってもう立派な大人の女なんだから。お母さんうるさく言いすぎ。大人の女が27にもなって嫁にも行かずに家にいるんだから。こっちはたまったもんじゃないよ。うるさいな。これでもちゃんと社会人やって自立してるんだから。まあまあ二人ともそのぐらいにして。だって恋愛小説のネタがなくて。また煮詰まってるのか。うちは女ばっかりなのに、梢ちゃんはコロコロ相手変わるし、ナズナちゃんは小学生だし、和江姉さんは出戻り。人のこと言ってる場合か。確かに女が多くてもうちの顔ぶれでは恋愛小説のネタにはできないか。おかしいって言葉で思い出したけど、先生ね昨日ファミレスに行ったので、せっかくだからワインとか頼んじゃったりして、彼の分もってグラスも2つ用意してもらって乾杯して、結構美味しいよねとか、ちょっと酔っちゃったかもとかって笑ったりしてっておかしいよね。私彼氏なんていないのに。ああ神田お疲れ。看板直った？ええ、もうびくともしませんよ。先生こそ入学式の守備はどうでした？素敵なシングルはいなかったわ。素敵な既婚者とはメアド交換したけど。あんたは本当に教師か？聖職者としての自覚を持て。びっくりするわ。そんなもの父親の睾丸の中に忘れてきたわよ。これ女の人が睾丸っていうの初めて聞いた。あんた何喧嘩腰だね。いえ、なんというかすごいと思ってますよ。いい年して若さしか取り柄ないですってアピールかしら。若くないのに。上が攻めすぎてると私ら若輩者はお手上げっていうかなんか。なんでどこ触ったの。なんでやらないでやめて。神回。まあそういう私も計算違いばかりしているから結婚できないんだろうけどな。この前も友達の結婚式があってな。いや、そりゃ相手に見る目がないんですよ。え？俺があと10年早く生まれていて、あと10年早く出会っていたら、多分心底惚れていたんじゃないかと思う。そんな家庭に意味はないけれど。なんだ急に。ところで何か借りるのか？妹に借りてってやろうと思って。どうせ家に一人だからな。何？
何なの、クリスマスイブに一人で DVD を借りに来る女がそんなに珍しいの。いえ、カードを。あいつ二股かけてた。あんなやつだと思わなかった。信じてたのに。まゆみちゃん、本当男運悪いわね。見る目がないだけだと思う。でも前が三股、その前が四股だから進化はしてるんだけど。みんなひでえ、慰めろ。この人の言うことは当てにならない。あの、おかみさん。なんだい。こんな時になんなんですけど、私実家に帰ろうかなとか思ったりしてまして。有給か。いや、そうではないんですね。あの、あれれ、有給で実家ってことはもしかしてお見合い。さすがの友恵さんも諦めてほしい。つうか男がなんだよ、一人でもいいだろ。やべ、飲まれやがった。ま、これはこれで面白そうだ。そうか。職場で腫れ物に触れるような扱いをされ、同僚の主催するコンパには自分だけ呼ばれず、家に帰ると疲れ果ててシャワーも浴びずにカビ臭い布団に倒れ込み、せっかくの休日も起きたらもう夕方で、残った時間もダラダラネットとかして潰れて、まともな料理なんて作る気すら起きない、そんな日々を。俺マジなんだけど。キュン、余計ダメよ、こんなおばさん相手に。先生はおばさんじゃない、28歳ならギリギリセーフさ。ギリギリなの。バキャロウ、そこがいいんだろ。バナナだって腐る直前が一番うまいだろ。確かに。何騒いでんの。買い切れ持ってよ。あんた人生終わりにしたいわけ。あ、先生ですか、高校から帰ってたんですか。とっくにね。ったく、どいつもこいつもスペック低いくせに、人のこと性格悪いとか飲みすぎだとかバカじゃない。いや、そんなことよりたった今、おば、誰がおばさんよ。私はまだ20代。誰もそんなこと言ってません。でも仕事、テレビ見たり出かけたり人の話を聞いたりしていれば、全然関係ないところからネタが見つかるかもしれんだろうが。じゃあ夢も希望もない和江姉さんの離婚までの奇跡でも恋愛小説のネタになるかしら。怒った。当たり前だ。当たり前は仲良くしろよ。ビールがうまい。しかし柄にもなくいい話をしてしまった。さすが私、いい教師だな。いや、いい女。いい女なのになんで結婚できないかな。あ、すいません、取り傘ください。ついでに旦那もください。寝てて。もうクリスマスか。気分悪い。仕事さえなければな、仕事さえなければクリスマス遊びに行くんだけどな。すいません、ハイボールください。結婚したい。先生はクリスマス恋人と過ごすの。え、先生クリスマスは祈りを捧げる日って決めてるの。すごい、先生教会にミサに行くんだ。イギリス式？寒い、ジャージだからかしら。彼氏いない歴生まれてこの方、はあ、間もなく36年。クリスマスに一人なんて慣れたつもりだけど、お願いサンタさん、か弱き乙女、どうか最後の希望を。空先生。